株式会社薬の福太郎は千葉県、東京都、埼玉県を中心に店舗を持つドラッグストアチェーンである。薬の福太郎を仕上げて1957年に現在も本社のある千葉県鎌ヶ谷市にて福化粧品を創業。1971年には化粧品、医薬品販売会社の株式会社福を設立して法人化。2002年8月に 社名変更し、現社名の株式会社薬の福太郎とした。2006年11月20日、株式会社、鶴葉ホールディングスと業務資本提携し、同年12月19日に同社が発行済み株式の36.5%を取得して筆頭株主となった。翌2007年5月16日に株式交換を行い同社の完全子会社となった。 ドラッグストア、薬の福太郎と調剤併設店の薬局薬の福太郎を東京都、千葉県を中心に埼玉県と茨城県でも店舗展開している。モットーはスマイルエブリーデー。イメージキャラクターはサンリオデザインの福ちゃん。ABC 株式会社薬の福太郎第50期決算広告、鎌ヶ谷市役所スポーツ施設ネーミングライツスポンサーが 決定しました。鎌ヶ谷市ホームページより、薬剤服用歴17万件を未記載、鶴葉子会社で不正請求か。共同通信。 h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 1 5 0 2 c n 2 0<は>1 5 0 <iş> 2 c n 0 1 5 0 2 6 4 3 h t m l 2 0 1 5年2月17日閲覧。薬服用歴、17万件未記載、鶴箱会社、薬剤師の認識に差。日本経済新聞。 http://www. 日経 .com アーティクルジャックスラソ 83063040r 10c15a2cr80002015 年2月17日閲覧当社市会社における薬剤服用歴の不適切管理に関するにお詫びとお知らせ株式会社鶴葉ホールディングス2015年2月17日閲覧 鶴葉 HD、福太郎の小川社長鋼鉄不適切請求で、最終報告。日本経済新聞。http www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ t g x l a s d z 2 5 h 1 w 3 v 2 4 2 1 5 a 5 t j c 0 0 0 2 0 1 5年6月2日、閲覧。当社市会社における薬剤服用歴の 不適切管理に関する最終報告について株式会社鶴葉ホールディングス2015年6月2日閲覧当社市会社による事業譲り受けに関するお知らせ株式会社鶴葉ホールディングス h t t p w w w t s u r u h a h d c o j p t o p i c i r d e s h i r i t o ル p h p id=1971-2018 年5月24日、閲覧。薬歴17万件が、未記載診療報酬不正請求か薬の副太郎。 千葉日本2015年2月11日9時5分、2020年8月5日、閲覧。ありがとうございます。